You listen to Ricky's Podcast Courage is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や、機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を、毎朝、Apple Podcast、Spotify、Stand FM をキーステーションにオンエアしております。今日も元気に LA から収録してお届けしてまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日のトピックはですね、こちらになります。音声配信プラットフォームの BGM を他の他のプラットフォームで、使えるのか、このトピックについてですね、深めていきたいなと思いますけれども、ポッドキャスト大学にですねレターが、届きました。ありがとうございます。はじめまして、スタイフで配信をしておりますアメリアと申します。アメリアさん、よろしくお願いいたします。お忙しい中と思いますが、質問に回答いただけたら嬉しいです。私はスタイフを1年続けてきたのですが、今の場所からもう一歩踏み出したく、昨日からアンカーを利用し始めました。ということで、あ、アンカー、スタートおめでとうございます。私もアンカーで配信しております。ですね、そんな中でスマホと4時間格闘を要してなんとかマイページを作成しました。ネットで検索をしながら解説だったのですが、よく考えたらスタイフでポッドキャストについて配信があるのではないかと調べたところ、リッキーさんのチャンネル見つけました。あ、ありがとうございます。ですね、そこでポイントの質問なんですけども、その質問は、スタイフで収録済みのものをアンカーにも配信する方法ということですね。ネットを検索していたときに、スタイフで使っている音源にも著作権があり、他で流すことは違反になると書いてあったのを目にしまして、やはりアンカーからスタイフは可能でも、スタイフアンカーは方法がないのか、新しく収録し直す方法ないのかと悩んでおります。もともと知識がない上に機械音痴も重なり、すでに心が折れそうになっています。大丈夫ですよ。この番組聞いてるは大丈夫です。お時間があるときに書いていただけたら嬉しいです。ということで、アミリアさんからですね、ご質問いただいております。アミリアさん、本当にありがとうございます。ちょっとアミリアさんのですね、配信を聞かせていただいたんですけども、アミリアさんですね、韓国ドラマをですね、もう、猛烈に声でお届けされていてですね、その声の節々から、あ、韓国ドラマが本当に好きなんだなっていうのがですね、もう、分かってきます。もう声を聞いただけですごく分かりました。はい。ぜひですね、このポッドキャスト大学を聞いてる方のリスナーの中で、韓国ドラマちょっとハマってるんだけど、最近見始めたんだけどっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひアミリアさんのスタイフもしくはアンカーを聞いていただけたらなと思います。概要欄の方にですね、まずリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。そこでいただいたご質問に対してなんですけども、アンカーからスタイフに配信するのは可能でも、スタイフからアンカーは方法がないのかっていうところなんですけれどもですね、つまり結論から言いますと、このアンカーからスタイフに配信する中で、アンカーの BGM をスタイフの方に配信するのもは NG です。そしてスタイフで使っている BGM をアンカーに配信するのも NG なんですよ。これね、ほんとすいません。お互いプラットフォーム上で、まあ、JASRAC に申請したりとか、アンカーはアンカーで使う用の BGM として、著作権の管理をしているので、アンカーはアンカーの中で、使えば OK、そしてスタイフはスタイフの中で使えば OK ということになって、おります。まあ、ですのでですね、スタイフで、BGM をつけて配信していた場合は、やっぱり、スタイフの中でしか、まあ、使うことができないんですよ。これ本当にごめんなさいという感じですね。で、仮に、スタイフで収録するときに、声だけ、パソコンとかスマートフォンに収録した音源があれば、その音源をもとに、またアンカーに配信し直すことも可能です。で、もう音源もなくて、スタイフにアップされているものしかなければ、それを、まあ、何かしらの方法でダウンロードして、で、BGM を抜き取るっていう作業はできます。ただし、これはとてもハードルが高くて、
ちょっと難しいので、ここでは解説は避けたいと思います。私も多分これはちょっと難しいなっていうふうに、こういうね、音楽の部分だけを切り抜くっていうソフトがあるんですよ。技術的には可能なんですよね。まあ、音楽の部分だけ、歌詞か。ん?そう、歌詞と音楽を切り抜いて、いくっていうところで、ね、できるんですけども、ちょっとそれはね、非常に面倒な作業が必要ですし、他のアプリケーションも必要なので、ここではもう本当に触れないようにさせていただきたいと思います。ですね、そしてですね、例えば、アンカーで使っている BGM を、アンカー内だったらさっき OK と言いましたけれども、アンカーのポッドキャストを配信して BGM つけた、まあ、アンカーの BGM を使って、その音源を例えば YouTube にアップする。これね、やりそうじゃないですか。まあ、これもね、実は NG ですね。はい。YouTube のプラットフォームに配信してしまうとですね、NG になってしまいますので、お気をつけいただきたいと思います。リッキーのこのポッドキャスト大学、初期のアンカーですね。2020年の6月くらいのアンカーの配信、アンカーからのポッドキャスト配信は、このアンカーの BGM を使っておりましたので、ですね、その時はですね、YouTube 配信とかは特にしておりませんでした。アンカーの中だけで配信を終えるようにしておりました。なので、著作権のグレーなところはなかったんですけれども、ある時からですね、著作権フリーの BGM というものを見つけまして、著作権フリーの中で、BGM をですね、入れ替えたりとかしながら配信をしております。なので、ですね、著作権フリーですから、まあ、YouTube に、ね、アンカーにもアップできますし、YouTube にもアップできますし、またポストプライムとか、スタンド FM とか、いろんな他のプラットフォームでですね、配信することができております。まあ、この著作権フリーの BGM 非常に楽ですよね。無料なものであればドーバシンドロームとか、有料であればオーディオジャングルとか、アートリストですね、そういうのを使っております。今このかかってる BGM は、確かこの前ダウンロードしたオーディオジャングルですね。いろんな、まあ、動画を制作の会社さんなんかもですね、このオーディオジャングルから、まあ、いる効果音とかですね、BGM 作って、動画作ってる方も非常に多いですけども、オーディオジャングル、非常におすすめです。オーディオジャングルとかアートリストか。この辺有料ですね。だいたい月10ドルぐらいかな、かかるかと思いますが、なんだろうな。やっぱり、種類が超豊富。もうね、追いつかないぐらいね、オーディオジャングルいっぱい曲が出てきますね。あとは、ジングル用の BGM なんかもですね、曲も使えるし、効果音も使えますしね。で、このポッドキャスト大学で使っている効果音の中で、まあよくですね、こういう、ワオとかあるじゃないですか。あと、とかありますよね。で、まず、このワオは、買いました。どこで買ったか覚えてないですけど、有料で買いました。で、この拍手のビューですね。これも、買いました。確かこれはオーディオジャングルだと思います。はい。そんな感じでですね、いろいろとですね、こう、いろんなところから、かき集めながらですね、拍手などさせていただいておりますけども、ちなみにこれは有料版で、こちらの拍手はですね、無料ですね。効果音ラボだったかな?ん?効果音ラボ。あれ?どこだったっけ?効果音ラボだったと思う。今のは拍手は。あれ、どこだったっけ?忘れちゃった。ポン出しだ。ポン出しのやつですね。ポン出しのやつ。なんだっけ?今調べる。あ、そう。効果音ラボですね。はい。効果音ラボの、ポン出しのところからダウンロードして使っております。この辺ですね。あ、すいませんでした。この辺の音か効果音はですね、ブラウザーに、表示して、サクッとですね、このワンクリックでポン出しなんかもできるようになっていて、無料で使えますので、いろんな YouTuber の方がですね、使っているアプリケーションというかですね、プラットフォームですね、ウェブサービスですよね。ぜひこの辺のリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひスタイフとか、アンカーとか YouTube の配信に使っていただけたら、アメリアさんのですね、新しいアンカーの配信にも入れていただけたらありがたいかなというふうに思います。はい。今日は音声配信プラットフォームの BGM を他のプラットフォームで使えるのかっていうことについて
フィーチャーさせていただきました。結論としてですね、やっぱりその使えないということですね。音声配信プラットフォームの BGM はそのプラットフォームで使いましょうということと、あと自由に使いたい場合は著作権フリーの BGM がおすすめです。ドーバシンドロームとかオーディオジャングルとかアートリストとか、交換ラボが非常に使いやすくなっております。ぜひあなたの音声配信ポッドキャストの最高に参考に、していただけたら非常に嬉しいです。今日もここまでお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた。また何か質問とかありましたらぜひぜひ何でも送ってください。今日の合わせて聞きたいはアンカーの統計データがアップデート変更点まとめということで、お送りしている配信のプラットフォームアンカーですね、こまめに統計データがですね見やすくなっております。この変更点についてまとめておりますのでぜひこちらも確認してみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから新着を見逃さないようにするには無料サブスク登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ続きますよ。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。チャオチャオ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky. ちょっと今日はカミカミですいませんでした。また明日も頑張って配信していきます。